皆さんこんにちは、 CSK とネモさんです。こんにちは、よろしくお願いします。はい、今日の動画は納車ご報告動画となります。今ですね、ちょっとモザイクがかかってると思うんですけれども、今回私が納車された車はレクサス LBX ではなく、こちら、はい、クラウンスポーツとなります。なんでクラウンスポーツだっていう話ですよね。そうですよね、なんで？そうなりますよね。まあ今回ネモさんがいる理由としてはですね、この私のクラウンスポーツが納車されたので、出張施工でこっちでコーティングしてもらうために、まあ、来ていただいたというところになるんですけども、まあ、ネモさんにも実はあんまり詳細これ伝えてなくてですね、まあ、あんまり細かく話さないところもあるんですけれども、まあ、2つですね。まず1つ目はお付き合いというところだと思っていただければいいと思います。まあ、ネモさんね、最近車新車でなかなか買えないじゃないですか。買いすぎですよ。たまたま今年はかぶってるんですけど、欲しい車種を買えるようにするためにはやっぱり販売店さんとのお付き合いはどうしていくかというところではあるんですが、実はですね、私今回ヒットで買いまして、はい、最近の買い方の中の一つの候補に上がってくるキントで購入をしています。まあ、あんまり踏み込んで言うのもちょっとあれなんですけど、まあね、キントの受付もお店的にはあった方が嬉しいとか嬉しくないとか、まあ、ないよりは絶対いいですよね。なのでここはあんまり指標的なところを言ってもあれなんですけど、まあ、そういう話と、まあ、キントであれば数ヶ月で来ますよと言われて、私の弟が契約したあの当時ちょっと盛り上がって行っちゃってたっていう。早いな、それでも早いな。そう、やっぱキントは早いんですよね、来るのが。まだ1月ですよ。私すごくないですか、ちゃんと隠してたの、ここまで貫いて。確かに、なんかいつも言いたくなっちゃう感じですよね。言いたくなっちゃう、言いたくなっちゃうんですけど、やっぱこのネタを一回やってみたかったので、まあ、やってみたということになります。で、今回はそのキントで購入したということもあるので、仕様とかいくつか、まあ、制限があるのかなと思ったんですけど、このクラウンスポーツに関してはもうほぼほぼ普通に買うのと同じように設定ができるようになってました。ただ、さすがに私も4台をずっと維持できるほどの体力はないので、一時的にとは言わないんですが、走行距離を安分するためと、まあ、お付き合いと、まあ、そもそもクラスポマジかっこいいっていうところから今回この選択に至ったという経緯があります。なので所有する期間はそんな長くないんですが、キントにはまあ2つプランがあって、いつでも解約しても解約金がかからないっていうプランがあります。そっちを今回選択してるんですけど、ただまあそっちもぶっちゃけた話、一時金とかを数十万単位で払わなきゃいけなかったりするので、めちゃくちゃその短期で乗ったりするからそっちが得なのかって言われたら、別にぶっちゃけそうじゃないところはあるんですが、僕自身増車になるので、あの車の保険も6等級から始まるとかいろんな絡みすると、まあリスクがないという点では、まあ、そこまで出してお付き合いにもなってかっこいい車が乗れて距離数も安分できればっていうパワープレイだというところでご理解いただければと思います。ちなみに今回ネモさんにコーティングしてもらうところなんですけど、さすがに今回のクラウンスポーツは、まあ、本当何かまかり間違って結果長く乗る可能性もゼロじゃないんですけど、まあ、基本1年乗らないだろうという想定でいくので、さすがに EX キーパープレミアムは厳しいというところで、今回はエコプラスダイヤキーパーでしたっけ名前。今あのちょっとまたね、名称変わったんですよね。変わりましたよね。もともとエコプラスダイヤモンドキーパーだったのが、はい、分かりやすいようにエコダイヤキーパーという名前に変わってるみたいですね。はい、じゃあそちらのプレミアムじゃない仕様にして、どうしても窓ガラスの、ね、撥水とかはないと私厳しいので、それはやってもらうような形でコーティングをしていただくという感じになります。改めて私ホワイトのクラスポ見るの初めてなんですけど、どうですか。いや、これいい色ですよね。ランクルとかと同じプレシャスホワイトパールっていうホワイトなんで、よりレクサスのソニッククオーズに近い感じかな、色使いっていうか色味が。いい色ですよね。かっこいい。やっぱクラウンスポーツまだ全然走ってないじゃないですか。うん、目引きますねこれね。交差点とかでね、みんな振り返りますよね。ね。そしてネモさん、今回、まあ、そういう特殊な買い方をしたのもあって、私今回あの初めてですよ、サンルーフの設定があるのにつけなかったんです。ああ、確かにバイトーンだからわからないけど、普通にブラックルーフ、はい、まあ、あのパノラマルーフをつけることの方が私多くて、その理由がやっぱりこのブラックルーフ化できるからっていうところではあるんですけれども、バイトーンだったら別にルーフつけてもつけなくても見た目は変わらない。その上で今回のこのクラウンスポーツってあの開かないじゃないですか、つけても。そうですね、チルト機能がなかったので、私はそのルーフルーをつける一番の理由は換気をしたい
からなんですよ。はい、チルトで換気をしたい。窓だと音もうるさいし物入ってくるけど、ルーフのチルトで開けるとやっぱそこがすごい便利なので気に入って使ってるんですよ。あ、開放感じゃないんですね。違いますね。チルト使うんですね。使います。むしろ全部開ける方だとちょっと暑かったりとかして使わなかったりするぐらいなので、そういう意味でつけるっていうところでいくとまあいいかなと。であと見た目はそのバイトを選択すれば変えれたのでっていうところなんですけど、もう一個は最近気になってたのが、やっぱりルーフがついてると雨の音とかが割と入ってくるじゃないですか。あ、確かにそうですね、うん、でそのやっぱパノラマルーフって重たいから走行性能的にも違いが出やすい、うん、そして音も雨音とか入りやすいとかって聞いてると、弟の車にそれついてるのがまあ常時あるので、だったら今後の自分のこう車に対する知見を広めるじゃないですけど、ムーンルーフレスの場合の良さみたいなものを知るきっかけにもなるかなと思って。あ、そうか、乗り比べてパノラマがあるないで重心が高い低い、はい、うん、それの差が乗り比べできるってことですね。そう、まあ、でも本来自分でその売却もしなきゃいけない車だとやっぱりリセールを気にしちゃって、設定がある車だとつけちゃうと思うんですけど、今回キントの場合はリセールとか意識しなくていいので、そういう意味でもつけなくてよくなったっていうところはありますね。だから今回あれですよ、関連事象も一応つけなかったです。あ、私絶対つけるじゃないですか。確かに。でも今回つけないことによってそのライト類もつけた時つけなかった時の違いとかも分かったりするかなとか思ってやってみましたが、なんか後々弟の車とかでチェックしてて、結局バックフォグって別個じゃないですか。ここ、そう、その下、そこなんですよ。あれ違ったかな。ここだ。バックが両側。あ、そうかな。リアフォグついてると真ん中が光るのかな。そうかな。だから見栄えがそんな変わんなかったなら、まあ、つけてもよかったんじゃないかなと。月々なんか2000円とかなんかそんなもんだったはずなので、そこはちょっと作戦ミスったなっていうところなんですけど。あ、なるほど、はい、なんでこのクラウンスポーツはオプションを全くつけておりません。有料オプションとなるもの、バイトの有料だけ。そうですね、うん、ボディカラーの有料だけになるかと思います。その状態で使ってみてどうなのかなっていうところですけど、いや、かっこいいですね、後ろから見ても。今ちょうどなんかなんだろう、西日が当たって陰影が逆に白だけどくっきり見えるからかっこよく映りますね、これかっこいい、かっこいい、思わず写真撮りたくなりますね。写真撮りたくなる、うん、どうでしょう、バイトーンカラーのホワイトのクラウンスポーツを欲しいというか購入して納車待ちの方とかの参考になれば幸いです。今日はね、本当に突発的に撮った納車のご報告動画ではあるので写真撮ってる。かっこいいな。やっぱこの目のあたりとかボンネットの作りとかすごい好きですね、私。かっこいい。ネモさんマイクつけてるからパシャパシャ音入ってるのかな。いやー、かっこいいですね。そしてですね、今日実は私の友人といいますか、一人のお知り合いの方が遠くから来ていただいているので、せっかくなんで一緒にちょっとですね車のレビューをしてもらうとですけど、こんにちは。こんにちは。お名前自己紹介お願いします。田村です。はい、不健全な田村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ネモさんと一緒に、ちょっとマイクがね、2つしかないので、はい、ネモさんと共用になっておりますけれども。動画の先輩なんで、はい、モザイクかけるの大変だと思うんで、顔出ししていいこと何一つないんで、これで行かせてもらいます。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、明らかに職務質問されそうなスタイルですけれども、今回この不健全な田村さんはですね、今 NX にお乗りなので、車格的には RX と比較をっていう声もありますけど、私はやっぱりパワートレインもボディサイズも、まあそしていろいろなところを見ても、やっぱり基本的には NX と比較すべきだと思っています。で、その現役の NX の 350H オーナーの田村さんから見て、どうでしょう、率直にこのクラウンスポーツ見た目いかがですか。いや、もうかっこいいですよ。かっこいい、間違いない。やっぱね、バックルミラー越しに見えてくる車、この姿がね、やっぱ最新の車、はあ、未来行っちゃってる、そういう車だなって思います。バックミラー越しに見たことあります、ちなみに。ありません。やっぱり田村さん的にこの最近流行りのこのトヨタ顔というかハンマーヘッドシャーク、最初見た時は、はい、こんなんでライトが照らせんのかっていう、そういうことは思い浮かびましたけど、やっぱこのクラウンの他の車は今出てるんですよね。出てますね、何台か。それを見るたびに最新の車だなって、はい、見た目的に新しい車だなって感じがすると。ちなみに田村さん、その状態見えてます、前ちゃんと。いや、もうギリ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 。このヘッドライトってどこが光るか知ってます。え、ライトどこが光ってるか。ここじゃないの。え、あそこね、ヘッドライトじゃないんですよ。え、だってそんな薄いので照らせなくないですか。え、近かったんですか。はい、そこはヘッドライトじゃないので、とある場所がヘッドライトなんですけど、分かりますか。え、
あ、ここなの？あ、そうなんです。そこがねヘッドライトなんですよ。あ、じゃあこれポジションみたいな。そう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 。だから やっぱりこれで照らせないってことか。照らすことは難しいですね。そういうことなんですね。だからなんかフォグランプっぽく見えますよね。はあ、はあはあ。でもちゃんとねアダプティブハイビームとかもついてるんですよ。すごいですねまあそれしかコメントしようないですよね、はい、ちなみに田村さんの今の NX は内装ヘーゼルですよね。そうです。あ、じゃあヘーゼルっぽいカラーなんでちょっとそこも最後見ていただきたいんですけど。長いな、うん、はい、こちらがですねこの新型クラウンスポーツの結構人気なカラーですね。サンドブラウンっていう茶内装ですね。いかがですか。いや、もうやっぱブラウンはね、もしこれが合皮だとしてもやっぱ高級感をね、松田並みのね。あ、ありますか、うん、松田ってなんかこんなのありましたよね。あ、松田でもやっぱそうですね、はい、タンカラーでちょっとすごいみんななんか褒めてた記憶があります。そうですね、私も買いました、はい、おめでとうございますありがとうございます。改めて見てもやっぱこのサンドブラウンのベージュの内装はいいなと思います。ちなみにキントで購入した場合はですね、フロアマットが純正のものは基本的についてきます。うちは今ね FJ クラフトさんの今から取り替えるので剥がしちゃってる状態ですけれども、キント購入の方は参考にしていただければなと思います。はい、そして田村さん、ホイールどうですか NX と比べて。なんか大きく見えますね。こちらはですね RX と同じ21インチを履いてるので、NX よりも大型のホイールを履いております、はいはいはい、でフェンダーチモールとかも全部最初から塗装されているので、こういうのは好きな人にとっては結構いいんじゃないかなって思うんですけど好きにすればって思っちゃったさあ、そしてテールデザインでございます。もう NX は全く違うデザインだと思いますけど、うん、いかがでしょうか。まあ、LVX にも感じたんですけど、はい、やっぱりねこのモリモリ感、うん、すごいこの最新の未来行っちゃってる感はやっぱり最近の車、あ、ここの、ね、素晴らしい出来かなって膨らんでる感じが、うん、いやでもすごいな。私の弟アッシュっていうグレー系のカラーで納車されてるんですけど、それと見た感じの雰囲気ともやっぱ全然違いますね。かっこいいな。かっこいいんですけど、今回私、まあ、ちょっと一時的に4台になっちゃうので、駐車場が家のすぐ近くになくて。4台、はい。何ですか。RX、ベルファイア、今度来る LBX、このクラウンスポーツです。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございました興味ないの聞いたんですか。なんだ、あなた4台どうやって買ったんですか。僕はそれしか気にならない。車なんてどうでもいいですよあなたはどっからお金が出て、どうやったら買えるんですか。そんなにそこ突っ込んできます。おかしいんですよ。あ、でも残クレなので。あ、出ましたね、皆さん聞きました残クレって言えばいいと思ってますよ、この人は。残クレでカスタムもオプションもフル盛りでさ、関係ないよね残クレとか俺許せません。皆さん今こそ立ち上がるべきですちょっと待って、これも滑ってます。どうしたらいいそれ、いや面白いですね、さすがに心なしかね、光が当たって表情が見えてちょっと待っていいことない。ありがとうございます、はい、まあでもやっぱりね、こう一時的な所有で、あとお付き合いがあるからっていうところでなんとかできてるところもあるので、そんなに長いお付き合いにならないと思って買ったんですけど、でもこうやって見てるとめっちゃかっこいいですね。私好みのど真ん中のストレートなデザインなので、まあ、今後のちょっと行く末はどうにかなるか分かりませんが、これからもクラウンスポーツ登場する機会多いんじゃないかなと思います。はい、ということでクラウンスポーツ私の納車されましたというご報告として、まずは簡単に動画を出させていただきました。ネモさん、そして田村さん、ありがとうございました申し訳ありません、ちょっと内輪感もあったところもあるかと思いますが、ネモさんにはこの後お預けさせていただいて、私コーティングしていただくということになりますし、不健全な田村さんは YouTube チャンネルやられているというところもありますので、ぜひ面白い動画あるので皆さんも概要欄にリンク貼ってますので見ていただければと思います。ちょっとね、思った以上にかっこよかったんで、これからも動画には登場していくことになるんじゃないかなと思いますので、クラウンスポーツオーナーの皆様、今後ともどうぞよろ。あ、ネモさんもクラウンスポーツ納車待ちですよね。どうしようかな金持ちたち前から入ってない金持ちたちを俺は許さんぞ。分かってるか、どうせ編集でここカットされるんだよ聞いてるかみんな、おかしいよな、何が残クレだよ、許せねえよ、俺は許せん。残クレだろうが何だろうが買ってんだよ、買ってる事実は変わりないんだよ、名義が違う、そんな知らねえよ、いつも言い訳ばっかして金持ちどもが、許せねえ視聴者を代表して一言物申すということで来ていただきましたので、田村さんにお礼申し上げましょう。ありがとうございます。ただ私もネモさんもバキバキの残クレでございますので、はい、どうぞよろしくお願いいたしますということで本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。X や Instagram のフォロー、メンバーシップ、ネクサスもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。